どうもコブラです。今回は PS4 に実装されたナパルトキャンプについて紹介いたします。ベリア村のキャンプの達人ではなくですね、もう最初からもうキャンプ道具が一式追加されています。それでは話していこうと思います。それではナパルトキャンプのメリットについて話していこうと思います。 別荘のバフを受けられるそしてキャンプの商店やアンビル保管箱について期間が設けられていましたがこちらに関しては半永久利用可能となっておりますお得だと思いますナパルトキャンプについてはパール商店で追加されたんですが今までですね商店やそして保管箱については 高額のシルバーを払っていましたがナパルトキャンプを買ったらですねそういったものを払う必要がなくなります村や都市安全地帯に建てようとした場合はキャンプを建てることはできないですこれはですねあの住宅持ってないと思ってそれを使ってからといってキャンプを設置することができないです キャンプの保管箱は7日過ぎると管理人から再度購入することになりますがナパルトキャンプの保管箱についてはシルバーも払う必要なく期間制限を受けることなく永久的に利用が可能となっております通常のキャンプアンビルは24時間ですが期間がありましてその期間が過ぎたらですね、使えなくなります タリフ村ででで工房で作ることができまますすコストもかかりますですがナパルトキャンプのキャンプアンビルを使えばですねコストもかからず永久利用が可能となります通常のキャンプだとキャンプ商店は7日の利用を過ぎると再度管理人から購入が必要となります ですがこちらのナパルトキャンプの焦点だと高額のシルバーも使用せずに永久に利用が可能となります、うん、通常のキャンプですと別荘のバフを受けることができませんがこちらのナパルトキャンプからは各別荘のバフを受けることができます 別荘券を購入して一番効果が得られるバフを受けた方がいいと思いますこれはですね結構便利だと思います今回は PS4 に実装されたナパルトキャンプについて紹介いたしましたこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますということで皆様本当にお疲れ様でした இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவின் பாரம்பரியம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்